アレッサンドロ・バリニャーノ、アレッサンドロ・バリニャーノ、バリニャーニ、1539年2月15日から1606年1月20日は、安土桃山時代から、江戸時代初期の日本を訪れた、イエズス会員、カトリック教会の司祭、イエズス会東インド管区の巡査手として活躍し、天照県王少年施設派遣を計画、実施した。1539年、 イタリアのキエーティで名門貴族の家に生まれたバリニャーノは名門パドバ大学で法学を学んだ後、キエーティの司教を務めた関係でバリニャーノ家と信仰のあった教皇パウス四世に引き立てられてローマで働くことになった。パウルス四世の後継者ピウス四世もブヤリニャーノの才能を評価し、より重要な任務に就かせようとした。バリニャーノはこれに応えて、 聖職者となることを決意し、パドバ大学で進学を学ぶと1566年にイエズス会に入会した。入会後に哲学を深めるため、ローマ学院で学んだが、この時の学友に、後のイエズス会総長、クラウディオ・アクアビーバーがいた。1570年、聖願を戦慄し、被災に除海される。1571年から修練院で教えていたが、 教え子の中には後に中国選挙で有名になるマテオリッチラがいた。1573年、総長エベラルド・メルクリアン、エブラール・メルキュリアンの名城として広大な東洋地域を回る東インド管区の巡殺士に大抜擢された。イタリア出身のバリニャーノが巡殺士という重要なポストに選ばれたのは当時のイエズス海内の二大勢力であった。 スペイン・ポルトガルの影響による弊害を緩和するためであったと言われていい。彼は1574年3月21日にリズボンを出発し、同年9月にゴアに到着。韓区全体をくまなく視察した。インドの視察を終えたバリニャーノは1577年9月にゴアを経つと、同年10月19日マラッカにいるた。 バリニアーノは1578年9月、ポルトガルが居留地を確保していたマカオに到着したが、同地のイエズス会員の誰一人として中国本土定住が果たせなかったことを知った。彼はイエズス会員が中国に定住し、選挙活動をするためにまず何より中国語を習得することが大切であると考えた。彼はゴアにあった東インド管家本部の上司に手紙を書き、 この任務にふさわしい人物として、ベルナルディーノでフェラリス、バーナギノでフェラーリーズの派遣を願ったが、フェラリスは、コーチのイエズス会修道院の院長として、多忙を極めていたため、代わりに、ミケーデルチェリーが派遣されることになった。バリニアーノは1579年7月、到着したルチェリーと入れ替わるように、日本へ出発した。バリニアーノの指示に従ってルチェリーは中国語の、 学習に取り組み、この任務にふさわしい人材として、マテオ・リッチのマカオへの派遣をバリニャーノに依頼、バリニャーノがゴアに派遣を要請したことで、リッチがマカオに送られ、ルッチェ・ディトリッチの二人は1582年8月7日から、共同で、選挙事業に取り組んだ。バリニャーノが、当時の東インド管区の東端に位置する日本、口の信仰にたどり着いたのは1579年。 天正七年七月二十五日のことであった。この最初の滞在は1582年、天正十年まで続く。バリニアーノは日本におけるイエズス会の宣教方針として、後に適応主義と呼ばれる方法を取った。それはヨーロッパのキリスト教の習慣にとらわれずに、日本文化に自分たちを適応させるという方法であった。彼のやり方はあくまで、 ヨーロッパのやり方を押し通すフランシスコ会やドミニコ会などの卓発修道会の方法論の逆を行くもので、バリニャーノはこれを理由として、イエズス会以外の修道会が日本での選挙を行うことを阻止しようとし、後のイエズス会と卓発修道会の対立につながる。1581年、天正9年、イエズス会員のための選挙のガイドライン。 イールスリモニアルパーアイ、ミッシュオナリデルギアッポネ、日本の風習と流儀に関する注意と助言を執筆した。その中で彼はまず宣教師たちが日本社会のヒエラルキーの中でどう位置づけられるかをはっきりと示した。彼はイエズス会員たちが日本社会で振る舞うとき社会的地位において同等であるとみなす行為の僧侶たちの振る舞いになろうべきであると考えた。 当時の日本社会はヒエラルキーに従って、服装、食事から振る舞いまで全てが細かく規定されていたのである。具体的には、イエズス会員たちは、好意の僧侶たちのように良い食事をとり、長崎市中を歩く時も彼らに習って、従者を従いて歩いた。このようなやり方が贅沢であるとして、日本のイエズス会員たちは、ヨーロッパで避難された。そのような避難は、 宅発修道会からだけでなく、イエズス会内部でも行われた。バリニャーノは巡察師として、日本各地を訪れ、大友総林、高山右近、織田信長らと越見している。1581年、織田信長に越見した際には、安土城を描いた、屏風、かのえ徳特作とされるを贈られ、屏風は、教皇グレゴリウス十三世に献上されたが、 現在に至るも、その存在は確認されておらず、行方不明のままである。また、従者として連れていた黒人は信長が飯抱えたいと、所望したためこれをのぼし、安家と名付けられて、信長の直心になっている。また、この最初の来日では、当時の日本地区の責任者であった、ポルトガル人巡管区長、フランシスコ・カビラルのアジア人別紙の姿勢が不況に、 悪影響を及ぼしていることを見抜き、激しく対立。1582年にカブラルを日本から去らせた。バリニャーノは日本人の資質を高く評価するとともに、カブラルが認めなかった日本人司祭の育成こそが急務と考え、司祭育成のために教育機関を充実させた。それは1580年、天正8年に、比善ありま、元。 長崎県南島原市と大宮土地、現、滋賀県大宮八幡市安土町に設立された小上学校、セミナリオ、1581年に文庫府内、現、大分県大分市に設けられた大宮和学校、これじを、そして1580年に文庫薄木に設置された、イエズス会入会の第一段階である修練期のための施設、修練院、伸びシャドであった。また、 日本不況における財政システムの問題点を修正し、天照権王少年施設の企画を発案した。これは日本人にヨーロッパを見せることと同時にヨーロッパに日本を知らしめるという二つの目的があった。1582年、バリニャーノはインドのゴアまで付き添ったが、そこで別れてゴアに残った。1590年、 天正18年の二度目の来日は、帰国する、憲王施設を伴って行われた。この時は1591年、天正19年に、樹落台で、豊臣秀吉に越見している。また、日本で、初めての活版印刷機を導入、後に、キリシタン版と呼ばれる書物の印刷を行っている。1598年、慶長3年、最後の来日では、 日本不況における先発組のイエズス会と後発組のフラシツコ会などの間に起きていた対立問題の解決を目指した。1603年、慶長8年に最後の巡殺を終えて日本を去り、3年後にマカオでその生涯を終えた。セーポール天主堂の地下聖堂に埋葬されたが、その後天主堂の消失、後輩により地下聖堂ごと所在不明とった。 しかし1990年から1995年の発掘により発見され、現在は博物館として観光用に整備されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。